皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はジャパンフライトサービスさんで行っているヘリコプターアイズ遊覧飛行を体験してみたいと思います。パイロットさんの各種計器の点検、そしていよいよエンジンスタートです。 OK、よし、それではエンジンスタートしましょうか。オールオフで、ミクスチャーを、OK、それではスタートしますよ、はい、回しますよ。ゆっくりローターが回り始めました。これから会津の上空へ飛び立ちます。ワクワクが止まりません。それでは行ってみましょう。それでは会津中央病院駐車場から無事飛び立ちました。このようにね、とても安定していて、あっという間にね、上空へ上昇していきます。実はね、僕は今回初めてヘリコプターに乗りました。そしてね、実は高所恐怖症な僕です。それでもね、とても安定して安心感があるのでね、恐怖感っていうのはそれほどありませんでした。今正面に見えるのが飯豊連峰ですね。残雪を多く残してとても綺麗に見えます。そして、徐々にね、こう旋回していくと正面に会津磐梯山が見えてきました。下に見えるのが、松永の辺りでしょうか。そして高速道路も見えます。ゆっくりと会津若松市方面へ、旋回して、そして会津のね、山々を見ながら進んでいくことになります。天気もいいのでね、とても気持ちがいいです。自分が住んでいる町を上空から眺めるっていうことはね、ほとんどの方がね、経験したことがないと思いますけど、今回はジャパンフライトサービスさん、そして会津食農工チャンネルさんのね、ご協力のもと、今回このような体験をさせていただくこととなりました。大変貴重な体験をね、させていただいて、この場をもって感謝いたします。ありがとうございます。はい、ヘリコプターの方は飯豊連峰、そして会津磐梯山を眺めながらぐるっと旋回して会津若松市市街地の方へ向かっています。はい、それでは、間もなくね、飯盛山が見えてくるところになります。パイロットさんがね、今この辺ですよっていうふうに教えてくれるので、自分がね、今どこを飛んでいるのかっていうのもね、よくわかります。飯盛山をはじめ会津若松市っていうのはね、戊辰戦争を代表する、とてもね、こう歴史のある町になっています。なので上空からその歴史の町会津を眺めるのもとてもね、こう楽しいんじゃないかなと思います。会津若松市っていうのは盆地になっているので、今ねご覧になってわかると思いますけども、中心に平野があって、その周りを山に囲まれているっていう、とてもこう珍しい地形になっています。
磐梯山とても綺麗ですね。遠くの山々までよく見えるので、これだけね高いところを飛ぶっていうのはとても気持ちがいいです。はい、そして会津を代表する会津のシンボルと言ってもいい会津鶴ヶ城が見えてきました。こうして上空から見ると周りをお堀に囲まれて、そしてその真ん中に天守閣、鶴ヶ城の天守があるっていうね、とてもこう要塞的な、ね、当時を彷彿とさせる佇まいだなと思います。会津若松市に来るとね、鶴ヶ城っていうのはね大体観光客の方は来ると思うんですけども、鶴ヶ城公園を歩くのもとても楽しい、そして見応えがあります。そしてね、それに加えてこうして上空から会津鶴ヶ城を眺めるっていうのは、これはねとってつもなくこう格別な思いがします。こうして会津盆地を眺めながら、その中心にある会津鶴ヶ城、こうして見るとね僕もねとてもね感慨深いものがあります。ちょっと高度を上げて東山方面へ向かっています。今ねこう足元に見えるのが東山温泉になります。山に囲まれた渓谷のような形になっているところに東山温泉が広がっていますね。会津に来た際はぜひね東山温泉に泊まって、そこを拠点に会津観光をしていただきたいと思います。どうですかこの眺め、磐梯山、そして飯豊連峰、その裾野に広がる会津盆地、これを見ただけでねちょっとね感動しますよね。はい、正面に見えてきたのは背炙山にある風車ですね。会津ウィンドファームさんの風車になります。背炙山には8基の風車がありまして、こうしてね元気よく回っています。はい、今ね背炙山の上空あたりを飛んでいます。標高863メーターだったかなの背炙山のそのまた上を飛んでいます。ここからは本当に猪苗代湖、そして磐梯山が見えるっていうとてつもなくいい景色になります。はい、まもなくね猪苗代湖が見えてきました。なのでこう手前に見える集落というのかな、そこは港町になるんだと思います。こうして見るとね猪苗代湖も とても広い、そして綺麗な湖ですね。その向こう側、正面の向こう側は、郡山市になりますね。はい、はい、この猪苗代と、会津若松市を隔てる背炙山、テレビ塔が見えますね。この背炙山にもね行った動画は何本か上げてるんですけども、本当にこう、景色も良くて、とてもねいいところですね。アスレチックもあるので、お子さん連れなんかで遊びに行ってもいいところだと思います。そして、今正面に見えるのが南方面なんですけども、こうね山々が連なっていて、本当にこう日本の山の風景ということでね、いい風景ですね。はい、この風景を見られるだけでも、このヘリコプターの、会津遊覧飛行、ぜひね皆さんもね経験して見てほしいと思います。はい、それでは、猪苗代磐梯山方面から会津若松市方面へ向かっています。こうして見ると会津盆地っていうのも結構広いですね。正面奥の方が喜多方市、そして若干左よりこっちの方が会津坂下町、そして三里町っていうところになります。こちらはねちょっと、南寄りの方、会津盆地の南寄りの方を映していますね。
ちょっとこう正面に見えるのが明神ヶ岳、そして博士山になりますね。その向こうは昭和村になっています。今回僕はねヘリコプターに初めて乗させていただいたんですけども、まだねヘリコプターに乗ったことがないっていう方も多いと思いますけども、ご覧のようにヘリコプターで飛ぶっていうことはね、まずねその交通渋滞がないっていうことと、あとは最短の距離で行けるということでね、時間短縮っていうところも大きいと思います。まだねその例えばこう自家用ヘリだったり、移動の手段でヘリコプターを使うっていうことはまだね一般庶民の方の、使い方ではないと思いますけども、これから先はね、こういった小型のヘリコプターで移動するっていうのもね、もうちょっと身近になるのかなと思っています。例えばアメリカとかねカナダなんかはこう自家用セスナとか、あとはねその小型セスナをこう所有している会社さんがこうタクシー代わりのような感じで使っているっていう話も聞いたことがあるので、これからもね日本でもそういった使い方も出てくるのかなと思います。確かにねちょっとした移動だったり、例えばちょっとした移動じゃなくてもね会津郡山か郡山いわき、そして仙台、そしてね東京へ移動なんていうのもヘリコプターだとねとてもね時間も早く行けると思うので、そういう時代がねやってくるのかなと思っています。はい、そんなねお話をしている間に会津中央病院駐車場の方へ近づいてきました。今回の旅は約ね10分間ぐらいの空の旅だったんですけども、本当にねヘリコプターというのはね安定していて恐怖感というのはほとんどなくてねとても楽しめました。はい、そしてこの動画の最後には会津食農校チャンネルのイナッチさん、そして今回のジャパンフライトサービスさんの古田社長さんのスペシャル対談が収録されているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。今日はなんかお知らせがあるということで、今日のお知らせ、はい、今日はこれからですね新しいパイロットが国に入ったので、あ、そうなんですか。ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、はい、今私の隣にいます。どうぞあのカメラこちらの方映してください。まあ改めましてじゃあ、おはようございます。おはようございます。今日は会津食農校チャンネルはですね母体である福島県中小企業家同友会会津支部、仲間の会員メンバーでありますジャパンフライトサービスさんにお邪魔しました。いつもお世話になっている古田社長です。あ、どうもいつもお世話になっております。よろしくお願いします。なんかこの格好で何をお互いしているのかわからないですけど、まあ今日はまあ本当ヘリコプターのことについていろいろっていうか、とても楽しみに来てたんですが、まあこの格好に対する解説は一応しないようにしてやりたいと思います。古田さん、普段のお仕事でヘリコプター、まあ、救命、ね、病院関係のことはもうなんとなく我々も想像がつくんですが、まあ、いわゆる今日聞きたいのは一般の方が例えばこうヘリコプターに乗せてもらう企画とか乗せてもらうことっては可能なんでしょうか。はい、こちらに関しましては全く問題なく可能です。イベントとかで遊覧もやってるんですけれども、直接ですね家族やご友人とかと貸し切り飛行といった形で10分からこちらの方は申し込みをいただいたらば、観光遊覧という形でどこでも飛ぶことが可能ですので。あ、なんかいいですね。例えばこれコースなんかはどのようなコースが例えばまあ、メジャーどころでいうとよく出るコースってどんな感じのコースがありますか。はい、
モデルコースっていうのが、10分コース、20分コース、そして30分コースってあるんですけれども、一番人気っていうのは20分コースになります。この20分コースっていうのは、こちらから飛び立ってからですね、わずか3分ほどで猪苗代湖の上空に届きます。で、猪苗代湖の上空から左側に磐梯山を見て、磐梯山の右側から裏磐梯に入り込んで、五色沼や桧原湖を見ながら、北方の小国沼の上空を飛んで戻ってくるコース、こちらが、一番のおすすめコースになっているんですけれども、最近はですね、30分コースという吾妻湖富士、そちらまで行くコースというものが観光でいらっしゃる方からは人気になっております。30分でそこが見れるっていうことがまずすごいですね。お手こっか今日はですね、皆さんにちょっと体験をしていただきたいなと思ってご用意したコースは10分コースになります。ちょっと鼻が苦しそうなので20分乗ってると、もしかすると酸欠になる可能性もありますので、10分でちょっと楽しんでいただければなと思います。今もすでにちょっと息が苦しいですが、ね、あと一番おすすめの季節ってあります、遊覧についてっていうか、まあ、春夏秋いいと思うんですが、はい、全てこの四季の顔が、会津は冬は雪が降り、春は桜が咲き、これからの時期ですと田んぼに水が入る、そして夏はもうトップシーズンっていう形になり、秋には紅葉といって、それぞれが違う景色が空から楽しめますので、特にこれといって特別にっていうのはないんですが、やはりこう感動されるのは紅葉の時期に。紅葉ね、赤絨毯の上を飛んでいるような感じです。まさに紅の豚が紅の上を飛んでいるような感じが一番ロケーション的にはいいかな。いや、僕も紅葉大好きで、よく目の保養に見に行く時あるんですけど、今日は本当に楽しみで、あとまあちなみにこれ見てらっしゃる方ちょっと気になるんで、古田さん、お値段なんかはどのぐらいで。こちらは単純なんですけれども、はい、1分料金が税別で2500円なんです。ですので、10分ですと税別で2万5000円という形なんですが、はい、こちらお一人の料金じゃなくて3人まで同時に乗ることが可能ですので、それを3で割っていただくような形になっています。ね、ぜひお友達とか家族連れで3人集めて乗ればお得ですし、なかなかヘリコプターに乗れるなんてね、一生に1回あるかないかと思ってたら今日来ましたけど、私は幸せです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ誰でしたっけ、はい、あれ今回運転していただいたパイロットさん、ではないですね。免許を持ってない飛べない豚です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。いやー、なんかね、最初余った時ちょっとカクってなって、こうなんかちょっと、ちょっと必要以上に硬くなったんですけど、でも上がってみるとね、結構ね、そうですね、安定してるし、安定してるし、すんなり、不安感は全然なかったです、気持ちよかったですね、なんかね、今回僕初めてヘリコプター乗させていただいたんですけど、いやもう昨日の夜からもうやっぱり想像しちゃってちょっとビビってたんですけど、いやものすごく安定してて、いや良かった良かった、すごい。そしてね、会津を上空から空撮、ね、見るっていうことをめったにできないんで、ね、いやすごい感動しましたね。いや、なんかこう車とかもすごくちっちゃく見えてる、なんかね、まあそうですよね、上から見ると上から見てる、飛行機に乗ったことがないじゃあ今日は会津チャンネルさんと、両方で今日の動画が流れますんで、はい、ジャパンフライトサービスヘリコプター乗りたい方はぜひお問い合わせしてください。よろしくお願いします。勝手にやっちゃってはい、じゃあ今回はジャパンフライトサービスさんのご協力ということで撮影させていただきました。詳しくはね、概要欄の方へ載せておくので、ぜひね、皆さん会津の上空からっていうのはなかなか見れる機会がないので、この機会にね、ジャパンフライトサービスさん、一般の方でも、全然ね登場できるということなので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ両方のチャンネルで流れますんで、ぜひチャンネル登録してご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。